ました。はい、そう昨日の夜とか、ね。食べてました。72g すごいですね。はい、で今日の朝も60g ぐらいは。20とプラス30、40g ぐらい。それでうんちもまあ25cm ぐらい朝。はい。してくれましたね。でちょっと今日は採血したんだけど、まだちょっと結果がまだごめんなさい、出てません。はい、で止めようか。もう一回してもらいますから。これだから 5g 食べちゃったから、これの、あのこちら用ですね。あ、こちら用ですね。はい、一応こちらのレシートが入ってるのは持ってきたんですけど、私これもそちらの方が良ければ。いや、いいですよ。いいですか。うん、それあげてください。あ、それから、あれ、あ、返さないと。あ、よ、よ、よ、うん、よ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 、左足なんですね。またこっちがあれになっちゃったんですか。ああ、今のところ腫れてないんで。ああ、本当ですか。頑張ってくれてます。うん、左手を。右手は、ね、2回とも腫れちゃったから。ああ、そうなんですね。でも今この子が調子良くなってきてるので、だからむくみがあれなのかもしれないです。ああ、そうなんですね。危ないかと。そう、自分で食べないと免疫力つかないもん。うん、ね、危ないよ。ダメダメ。あとリード、さっきトリミング室に置きっぱなしだったよ。これ散歩行ってから。うん、散歩行ってください。お願いします。何抱っこがいいってします。リードください。どこ行く？お散歩行く？強いんでしょ。ちょっと待ってください。
ちょっとね、お願いします。最初の1分ぐらいと一緒に進めて、はい、お願いします。あ、これは預かりです。